はい、こんにちは。今日はいじめを題材にしてですね、子供に向けて誰とでも仲良くする必要はないんですよと、あなたが本当に大事な人と仲良くしていけば人生良くなっていきますよっていう、そんなことをですねお伝えしていきたいと思います。で、これはですねよくあるのが、私も小学生の頃なんかではあったんですけど、小学校のなんかこう黒板がこうあって、で上のところに、なんかクラスみんなと仲良くしましょうとか、友達を大切にしましょうみたいな、こう標語とかっていうのがこう貼ってあった人たちとかってこう いらっしゃいませんかね。私のクラスなんかでも小学校2年生の時と4年生の時が担任が一緒だったので、そんな標語をですねホワイトボードの上のところにこう飾ったりとかしてたんですけど、まあ、友人と仲良くするっていうことがこう日々の目標になっていって、まあ、確かに友人、友達とか知り合いを作っていくスキルを高めるっていう意味では、小学校の頃から誰とでも仲良くしましょうねとか、友達を大切にしましょうとかっていうことを標語に掲げるのはいいかもしれないんですけど、でもそれって唯一解ではないじゃないですか。唯一の正解ではないと。でそんなことを歌っている教員同士がそもそも仲良くがないっていうケースとかも結構あったりしたんですよね。中学校の時に僕バスケットボール部に所属してたんですけど、中2、中3の時にバレー部にとある、まあ、新しい顧問が来たんですよね。でまあうちのそのバスケ部の顧問とバレーの顧問が仲が悪いと、なんかいつもなんだかんだいがみ合っているような気がしたんですよね。まあ、2人とも太鼓教師だったっていうのがあるんですけど、バスケの方の教員っていうのは比較的こう自由な感じで、ストレッチとランニングさえ終わらしたらサッカーとかバスケとか野球とかだったらもうなんかこうシュート練習とかドリブル練習とかノックとかキャッチボールとかせずに、あもう試合やっといていいよっていう感じだったんですけど、もう一人の先生もカチッとこう組んだカリキュラム、本来こうあるべきなんでしょうね、教員の皆さんからしたら、カチッとしたカリキュラムを組んで、それをワンステップワンステップやっていくっていうので、まあその教育方針っていうのが全く合わないので、部活なんかでも隣のコートとかでやってたら、なんかよく入り口の方で2人がなんかちょっと話し合って、でちょっとイライラした感じでこう顧問が来るっていうのがこう日常茶飯事だった気がするんですよね。っていう姿を子供に見せてるくせに、なのに仲良くしましょうねとかっていうのを子供には強要している、すげえ矛盾しているななんていう風にこう思ったりとかしたんですけどね。まあそんな話は、いいとしてですね、まあ、小学校中学校とかっていうのは仲良くしましょうっていうのをこう目標に小学生や中学生なんかに伝えているところなんかはあったりするんですが、これが仮にですよ、いじめを今回題材にするっていうお話をしましたから、いじめを例に話をしていくと、これってじゃあいじめている側といじめられている側も同じ教室にいて仲良くさせるっていうのが果たして正しいのかどうかっていう話ですよねって言ったら、皆さんどう思います？僕はちゃんちゃらおかしいよねって思うんですよね。そもそもいじめてきてたようなやつらと僕はもう一緒にいたくもないし、なんならこいつらすぐ目の前から消えてくれくらいな感じに思うんですけど、小学校の先生とか、あるいは、そのいじめてる連中とか、あるいはお偉いさんとかですね、あるいはその保護者とかっていうのって、結局いじめっていうのは起こった時に何があるかっていうと、いじめられている側がどれだけ訴えても、都合がそれが解決に向かっていくっていうのは、都合いいのは本人、いじめられている本人だけで、後にとっては都合が悪いんですよ。いじめている側は、こう後ろ指さされたりとか注意を受けたりとかします。でそれを観察している、観察というかそのまとめている教員とか学校とか、あるいはその保護者っていうのも責められますってなった時に、解決しないとか、そもそもいじめを認知しないっていう方がこの人たちにとっては都合がいいわけなんですよね。ということは、いじめられている人っていうのは逃げ道もなければ解決策も提示してくれる人っていうのがなかなかいないという、まあ辛い現状もあったりとかします。まあ、今回そういう話ではないんですが、今回はその仲良くしましょう云々とかっていう話になっていくと、何が起こっているかっていうとですね、いじめた側がいじめられた側に解決するときっていうのは、解決するというか解決させられると言った方が正しいんですけど、だいたい暴力振るってごめんなさいとか無視してごめんなさいみたいな上辺面の言葉を並び立てて、で水に流して、で仲良くっていうか仲直りの印に握手しましょうねとかっていうバカな教師とかがこう握らせるわけじゃないですか。ところがいじめられている側っていうのは、もうそもそも無視されたりとか物書きされたりとか壊されたりとか暴力振るわれたりとかっていうので、メンタルがボロボロになってるんですよ。なのに握手させられるだけでも鳥肌がゾッと立つのに、直接言うわけにはいかないですけれども、お互い仲良くしようとか遊ぼうとかっていうのに持っていくなんていうのは持ってのほかなわけなんですよね。そもそも存在すらしてほしくないと思う。もう二度と
そいつと関わりたくないとかっていうふうに思ってる人思ったりとかするわけなんですよね。なのにそれを強引に仲直り、謝らせて終わらせるっていうこと自体が、果たしていいのかっていうことをもうちょっとやっぱ突き詰めて考えるべきなんですよね。っていうことを考えたら、社会に出た時に全員が全員と仲良くしてるかって言ったら、皆さん決してそういうわけではないですよね。特に社会人になられてる方々とかっていうのは、やっぱり職場とか あるいは何かしらの地域コミュニティっていうところで苦手な人はやっぱりね、自然と疎遠になっていくじゃないですか。そういうのをやっぱりこの人とは仲良くするけどこの人は無理ですっていうのを小学校の頃からこう選んでいいんですよっていうのは多少教えなくちゃいけないと。なんなら仕事なんかでもこう営業マンとかだったら人と仲良くしていくっていう術を覚えていかなくちゃいけないかもしれないですけど、要は物売りじゃなくて人を売れみたいなことを言われたりとかしますから、じゃなくてプログラマーみたいにひたすら画面と向き合ってお客さん、顔の見えないお客さんのためにいろいろ組んだりとかっていう人たちっていうのは直接人とこう対話をすることっていうのがないんで、誰かと仲良くするスキルが必要かって言ったらいらないわけじゃないですか。っていうことを考えた時に、人と仲良くするっていうことを強引に身につけさせるよりも、その子が何を求めてるかっていうのを考えた時にそこを伸ばしてあげるっていうことを前面に考えてあげなくちゃいけないんですよね。ところが今のその日本っていうのはこれはもう高校生とか大学生とかでも言われたりとかしますけど、一人でいるとぼっちぼっちとかって揶揄する人とかってもいるんですよね。ところが、まあ、本来は多様性っていうのを認めてあげるべきっていうところなので、じゃあそういうふうにですね、ぼっちだとか友達がいないとか友達を作るのは苦手だとかっていう人たちっていうのは結局ですね、じゃあ仲良くしましょうとかっていうのを強制される立場にある場合はどうしていったらいいかっていうのはもうたった一つです。その人があなたの人生にとって必要かどうか、損得も含めてですよ、損得も含めてぜひ考えてくださいというところなんですね。はい、だからこの人と例えば5年後10年後とか、あるいは今ですね、今この瞬間に自分にとって必要な人なんだろうかと、あるいは何かこの人に向けて、プラスになることをしてあげようというふうに思える存在かどうかっていうのが一つキーポイントになってくるというふうに思います。で、いろんなことに考えを巡らした時に、いやこいつに何かしてあげたいと絶対思わないなとか、5年後10年後そもそもそんなやついたっけっていう存在になるだろうなっていうふうに思うんだったら、そもそも仲良くする必要なんかないですよと、ただこれを小学生とか中学生に伝えるっていうのは、伝えるというかその実践させるっていうのはなかなか難しいところがあると思いますから、親御さんですとかあるいは教員の皆さんとかっていうのはそういう部分を認めてあげる。なんであの子と仲良くしないのじゃなくて、仲良くしなくてもいいよというふうに伝えてあげる環境をぜひ整えてあげていただきたいというふうに思ったりします。私もつい最近ですね、友人にSNS をですねブロックされたっていうのがあって、SNS ってこう中には入ってったら時々こう記事見ようと思ったら何々にはブロックされましたみたいなこう出たりとかするじゃないですか。なんでって、すごく仲が良かったのになと思ってたんですけど、ブロックされてしまってたというところだったの で冷静に考えて、ブロックされたこと自体はショックだったんですけど、じゃあ5年後10年後とか老後とかになった時にその子、その人と自分が仲良くしたりとか会ったりとかお茶してるかって言ったらそうでもないかもしれないなっていうふうに思ったんですよね。ってなったら別にその人とも仲良く今後していく必要もないし、むしろブロックしてくれてありがとうくらいな感覚だったんですよね。だから必要だと思うならぜひ仲良くしていくスキルとか、あるいはあとある特定の人と仲良くしていくことっていうことはぜひ実践していただけたらと思うんですよ。必要ないなって判断したらほどほどのところで切るか、あるいはもう初めからバッサリ切ってしまうっていう、そのくらいのですね白黒をはっきりつけるっていうスキルっていうのをぜひ身につけていただけたらなというふうに思います。万人と仲良くすることは無理ですし、100人中100人から好かれることもなければ、100人中100人嫌われることもありませんと。でも100人の中で1人とか2人とか10人とかっていう中で、あなたが大事にしたい人とか好きになっていきたい人と好きな人とか、あるいは逆に大切にしてくれる人とかっていうのがいれば、そういう人たちをとの仲をどんどん深めていったらいいというふうに思います。そんなお話でした。ということで、今日は全員と仲良くする必要ないですよということを子供にしっかりと教えてあげることっていうのを、ぜひ環境を整えてあげてください。そんなお話をしました。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。
本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。